サンアントニオ駅は、アメリカ合衆国テキサス州サンアントニオサウス、グアダループストリート338にある駅、全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている。アムトラックのサンアントニオステーション駅は、アラモドームスポーツ施設と長い間、南部で最も印象的な駅の一つと考えられてきた、歴史的なサンセットステーションの間に位置する。 1998年以前は、アムトラックは、サンセットステーション内のスペースを占有していたが、構造の悪化が原因となり、より新しい、より小さな駅舎に移転した。サンセットステーションは建築家、ダニエル・ジェパターソンによって設計され、サザンパシフィック鉄道により11万5000ドルをかけ1902年に建設された。1901年11月に始まった後期の後、 1903年1月31日に開業した。駅のデザインは幅広い、飾り気のない漆喰の壁、アーケード、瓦屋根を備えたスパニッシュミッション、リバイバル様式である。サンセットステーションはアムトラックが使用するには大きすぎ、かつ営業するためには費用がかさむため、建物を再開発するために、サンセットステーショングループ LLC が1995年に、 設立された。サンセットステーションは建設時に多くの電灯が設置され、先頭のビルやクラウンジュエルとして知られていた。1907年2月26日に火災が発生し、駅の屋根と南西の角がひどく損傷し、駅は7ヶ月後に復旧した。サザンパシフィック鉄道のボールドウィン製造の車輪配置2から8から2、三角型蒸気機関車。 ナンバー7 9 4は1956年にサンアントニオ市に寄贈され、現在サンセットステーションの敷地内に生態保存されている。この機関車は1916年から1956年まで貨物列車を牽引した機関車である。1972年サンセットステーションはスティーブ・マック・イーンとアリ・マック・ロー出演の映画ゲッタウェイに登場した。 1975年には国家歴史登録財に登録された。テキサス州南西部サンアントニオの中心部に位置し、いくつかの鉄道の接続に理想的な場所だった。サザンパシフィック鉄道、ミズーリーパシフィック鉄道、テキサスパシフィック鉄道、ミズーリーカンザステキサス鉄道のほか、多くの小さな鉄道とともにサンアントニオを駆け抜けた。ずっと以前から、 サザンパシフィック鉄道のサンアントニオを経由し、ロサンゼルスからニューオーリンズまでの路線はサンセットルートとして知られていた。サンアントニオに行く速達列車はサンセットリミテッドと呼ばれ、その名はルートと共に成長し、今日もアムトラックにより運行されている。サンアントニオに建てられた三大駅のうち、ミズーリーパシフィック鉄道の駅は現存している。 1907年に14万2000ドルの建設費をかけハーベー。L ページ設計によるスパニッシュミッション様式の駅としてインターナショナルグレートノーザン鉄道により建設された。北、南、東側のステンドグラスは、それらの内部アイアンド、GN ロゴが入ったサンホセのローズウィンドウの代表的なものである。インターナショナルグレートノーザン鉄道は1925年に、 ミズーリーパシフィック鉄道に買収され、アムトラックが都市間旅客列車の運行を引き継ぐ前年、1970年にミズーリーパシフィック鉄道は駅を売却した。図書館、博物館、レストラン、退役軍人の管理部に用途変更するいくつかの努力は全てが失敗し、建物は荒廃した。ドームの銅や真鍮は露天にさらされ、内装を残し、腐食により剥離した。 ほぼすべての装飾的なステンドグラスの窓など、建物の窓は破壊された。不老者が住み着いた間に、少なくとも一つの破壊的な火災が発生した。内部の円柱の漆喰が割れて壊れ、木製建具のほぼすべてが、白ありの被害にあった。サンアントニオ市職員連邦信用組合は、サンアントニオ市職員が古い駅舎の利用の処理に、取り掛かった時、わずか数ブロックしか離れていない。 新しい建物を購入しようとしていた。外部資金や助成金を受けず、信用組合は、建物の中で見つかった写真や割れたガラスの破片を利用して、建物のすべてのステンドグラスを復元した。復元は1987年に始まり1988年に完成した。復元工事にかかった310万ドルの費用は、新しい建物を購入するより少なくて済んだ。 アムトラックの停車する列車は下記の通り、当駅から乗車できるバスは以下の通り、ありがとうございます。